普通な僕と普通じゃない僕の友達。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこの普通な僕と普通じゃない僕の友達実況プレイ始めていきたいと思います。こちらのゲームはですね、ちょっとあらすじとか見た感じだとライトノベルゲームな感じですね。前に実況したことのある人狼ゲーム8つ目の滞在みたいな感じになってるんじゃないかなと思います。なんかね、ストーリーがいいと評判なのでやるのがすごく楽しみです。では早速始めていきましょう。スタート。知ってる？この学校には化け物がいるんだって。化け物は人間そっくりの姿に化けて生徒に紛れて生活しているんだって。そして自分と仲良くなってくれる人を探しているんだって。その化け物とうっかり仲良くなっちゃった人間は頭からパクンって食べられてこの世から存在を消されちゃうんだって。それがこの学校、如月学園に存在する唯一の階段なんだって。面白そう。お、はじめくん、なんかちょっとなよっとしてる感じだね。転校してきて2週間、全然うまくいかないな。友達もできないし部活も決まらない。昨日は野球部の入部テストに挑戦したけどダメだったし、このまま帰宅部になっちゃうのかな。何かしら部活には入ってみたいけど、僕に入ることができる部活なんてあるのかな。おう、どの部の案内を見る？あ、こういう選択肢もあるんだね。オカルト研究部、軽音部、陸上部。なんかこの、なんだろう、見た目で判断すると陸上部はちょっとなんかへばってしまいそうな感じがするし、あと軽音部だと割とね、こう高校生デビューをした人たちが集まるウェイ集団な感じもするので、まあ、無難に行けばオカルト研究部かもしれないけど、なんだろうな、オカルト研究部ってなんだろう、すごいやばそうなイメージがある。え、なんかどれも微妙じゃない？まあ面白そうなオカルト研究部にしとく。オカルト研究部か。うん、確かに特別な技術も知識も必要なさそうだけど、僕に霊感があるかと言われると昔から運が結構悪いんだよな。傘立てに傘を入れれば盗まれるのは当たり前、くじを引いてももらうのは残念賞ばかりで、先生の気まぐれで授業中に刺されるのはしょっちゅうだし、そんな僕がオカルト研究部に入ったら心霊スポットに行こうってなった時、真っ先に幽霊に狙われて死にそうだ。オカルト研究部に必要なのは運。その才能が僕にはない。オカルト部、他の部活より命の危険が高そうだ。不安だ。僕本当に何の才能もないな。せめて何かできることとか自慢できることがあれば、誰かとすぐに友達になるきっかけができるのに。ダッサいな今の人。ちょっと一瞬しか見れなかったけど、 T シャツめっちゃダサくなかった？ほらダサいじゃん。豚がサングラスかけてちょっとヒゲ生やしてる。でもちょっとよく見ると可愛いかもしれん。この人見たことあるような。あ、
昨日の野球部の入部テストで合格もらってた人だ。なんでまた部活の部員募集掲示板見てるんだろう。野球部入らなかったのかな。とりあえず見やすいようにどいてあげよう。お前、僕ですか。部活探しとるじゃろ。じゃろ。じゃろ区長の人か。なるほど。あ、はい。お前、友達いるか。え？友達いるんか？いないんか？え？いません。よし、正直者じゃな。なら、今日から俺が友達になってやろう。え？初対面なのに僕に友達がいないことを断言してくる。すごい人だ。なんじゃ、不満か？いえ。そうか、それは嬉しい。ついでに俺の仲間も紹介してやろう。お前の友達二人目じゃ。僕今から入れそうな部活を探そうと。なんじゃ、ならついでに部活も紹介してやろう。二人も友達ができて一石三鳥ぐらいあるな。どこ行くんですか。部室じゃ。部室？部活って三人からじゃないと作れなかったような。細かいことは知らん。第一章、普通じゃない僕の友達。ほう、面白そう。なんだろう、普通じゃないってどういう普通じゃないなんだろうね。聞け、新庄。友達がいないが、根は良さそうなやつを連れてきたぞ。これで部活は成立じゃ。はあ？あ、女の子じゃん。新庄ちゃんね。焼きそばパン買いに行くって言ってたのに。なんで勝手に決めてんのよ。あ、どうも。この二人、三年生の先輩たちだ。え？三年生？で、今から部活作るの？てか部活は、あれ？入部？ん？そっか。今まで部活に入ってなかったってことかな。あなた、名前は？え？三橋はじめです。三橋はじめくんね、主人公かな多分。鬼塚、この子普通の子ね。いや、普通じゃないぞ。おお、救急車だぞ。お、友達が一人もおらん人間じゃ。あのそんなに友達がいないことを連呼しなくても。つまり友達がいないので、こいつ以外には俺たちの正体がバレん。何バラしてるのよ。規則を破ったら私たち退学よ。何、大丈夫じゃ。何がよ。こいつは正直者じゃ。そして頑張りや。俺は人間を仲間にするなら、こんな人間がいいと思っておった。あの、なんじゃ？何よ。僕にもお二人のお名前を教えてほしいんですが。いやよ、悪いけど。いいぞ。俺は鬼塚勇。勇で合ってるか？勇と呼んでくれ。こっちは新庄マリじゃ。鬼塚先輩と新庄先輩ですね。先輩はいらん。俺たちはもう仲間じゃからな。勝手に決めないで。なんじゃ新庄。三人目を入れることを提案したのはお前じゃろうが。そりゃ言ったけど、私たちの秘密をバラそうとは言ってないわ。なんでじゃ。これから卒業まで一緒にいる仲間じゃぞ。あのね、どうしよう。どんどん僕が入部するような流れになっている。入部する気がないんなら、喧嘩してる今のうちに言い出さないといけないけど、どうしよう。謝って逃げる。まずは聞いてみる。いやでもまあ、
聞いてみるだけ聞いてみていいんじゃない？だってオカルト研究部にも入る気ないみたいだし、多分陸上も慶応もどれ選んでも多分こうなってた気がするから、とりあえずまずは聞いてみよう。あの、なんじゃはじめ、あのこの部活ってどんな部活なんですか？面白そうな部活だったらぜひ入ってみたいんですが。あ、もちろん秘密は守ります。今お二人が話していたことも誰にも話しません。うん、ありがたい。どうじゃ新庄、いい人間じゃろ？あのね鬼塚、人間は私たちとは違う。簡単に嘘をつくし、我が身可愛さに裏切ったりする。うん、知っておる。だがこの俺は、だが俺はこの人間がそういう人間ではないと知っている。俺だって退学にはなりたくない。だからきちんと慎重に選んだぞ。こいつは俺たちの秘密を明かすにふさわしい弱くて優しい人間じゃ。そいつが誰かに喋ったら私たち退学よ。ああ、それでも、ああ、俺はこいつを信じる。大丈夫じゃ、こいつは優しい。だから裏切らん。俺が保証する。三橋くん。はい。あなた本当に私たちと一緒に部活をやりたいの？え？新庄、それは意地悪じゃ。はじめはまだ何も知らん。知った後じゃもう遅いのよ。そんなことはない。そんな風に全てを身勝手に押し付けるのはお前の大嫌いな人間と一緒ではないのか？じゃあ勝手にして。私はもう一切関与しない。退学になるなら一人でして。ならんと言うとるのに。おー、すまんの。じゃあ簡単に説明するぞ。なんかさっきから何を言ってるのか私には全く理解できない。俺は鬼で、新庄は魔女じゃ。ほら、やっぱり。お、質問があるなら質問があるなら受け付けるぞ。何を尋ねる？鬼って？魔女って？まあこれはどっちを聞いてもいいと思うけど、まずじゃあ鬼から聞こうか。鬼って？鬼ってその鬼ですよね。おう、おそらくお前が想像してる鬼のまんまじゃ。じゃあ人を食べたり？そんなことせんせん。あ、よかった。昔は食ってたやつもいたが、今はとてもじゃないが食えたもんじゃない。やっぱり食べるんじゃないですか。昔の話じゃ。今はそうだな、単に力が強くて目が良くて耳がいいくらいの普通の種族じゃな。普通の種族って？でも見た目は普通なのにな。鬼といえば角とか生えてないんですか？そう、そうだよね。普通だったら生えてるよね。角か。頭についてたんだが即バレるんで、もいだ。もいだ。もげるの、そんな簡単に。嘘じゃん。隠しとるだけじゃん。なんだよ、びっくりした。隠せるものなんですね。まあな。他は大丈夫そうか？
そうですね。はい、ありがとうございます。何を尋ねる。ああ、魔女もちゃんと聞けるんだね。じゃあ魔女って。あの魔女はなんちゅうか、魔法が使えたり空飛べたりするんじゃったが、一応魔法俺も見たことがないんじゃが、手からグワッと出る感じだったか。どこの知識か知らないけど偏見ね。あなたたち人間だって空を飛べるけど、飛行機やヘリコプターを使うでしょ。魔女だって魔法陣だったり儀式の準備をしたり、それ相応の下準備がないと何もできない。普通の人間とそんなに変わらないの。ありがとうございます。なんだかんだ言いつつも、言えなかったな今な。なんだかんだ言いつつもちゃんと説明してくれるんじゃな。勘違いしたまま話が進んだら嫌でしょ。余計なこと言わないで。これ以上聞くと不機嫌になっちゃうかな。話題を変える方がいいかもしれないな。つまりお二人は人間じゃないってことですか。そうじゃ。じゃあなぜこの如月学園に入学したんですか。話すと長いんじゃがの、短くまとめると試験みたいなもんじゃ。試験。そうじゃ。俺たちが人間社会でうまくやれるか、まずはこの学校で生活してみて試してみようとのことじゃ。卒業できれば人間社会で生きていくことができる。逆に卒業できんかったら、もう人間と交わることはできん。なるほど。なんとかして卒業したいと思っとるんじゃがの。ここの理事長はとにかくうるさいやつでの。やれ部活に入れ、やれ勉強で赤点を取るなとうるさいんじゃ。理事長。ああ、そういえば。お？改装か？新学期が始まってから2週間が経過したわけですが、やっと母校に帰ってくることができたのもつかの間、しばらく学院を離れ、他校で開催される研修会に参加するために不在になってしまうわけですが、皆さんがより良い学園生活が送れるように、生徒会の生徒たちが尽力してくれる運びとなり、私としては大変嬉しい。今週の最初に、なんかとっても長い朝礼をしていましたけど、ちゃんと頭の中を整理してから話してほしいわよね。言いたいことだけ言って何にも伝わってこないもの。とはいえ、俺たちをこの学園に受け入れることを決めてくれたのも理事長じゃ。部活や勉強は正直面倒じゃが、せめて部活に入部せよというお達しくらいは答えねばの。そうなんですね。理事長先生から何か言われているんですか？ええ。普通の人間らしく振る舞うために、部活に入ること、テストで赤点を取らないこと、自分の種族を明かさないこと、と決められているわ。そうじゃ。俺たちはそれぞれ生徒たちと馴染むために、いろんな部活は渡り歩いてみたんじゃが。あれ、鬼塚先輩、昨日野球部の入部テストに合格をもらってませんでしたっけ？ああ、野球部な。とりあえず言われるまま木の棒を振ってみたんじゃが、ダメじゃなあれ。俺の性に合わん。球を打つのは楽しいんじゃが、ルールっちゅうもんがどうもわからん。もったいない。そうか？自分らしく振る舞えないまま部活を続ける方が俺は迷惑がかかってしまうと思ったんじゃがの。入っておけばいいのに。いいんじゃ。結果としてこうして3人の部活ができようとしておる。しかも俺のことをきちんと理解してくれている仲間との部活、こっちの方が1000倍楽しく過ごせそうだしの。まったく。おいで、はじめ。
はい。俺らはぜひお前に、まだ名前もない俺たちの部活に入ってほしいと思っとる。何をするかも決めるべばるべスパンパさん。何をするかも決めとらんし、人間ではないものしかいない部活じゃ。お前の気苦労も大変じゃろ。それでも、入ってくれるか。いや、一緒に部活を作ってくれるか。部活を作る。僕にちゃんとできるかな。自信がないなら断るべきだけど。どうする。一緒に頑張る。やっぱり無理だと告げる。ここまで乗りかかった船なら、一緒に頑張るしかないんじゃないのって思うけどね。私だったら一緒に頑張るかな。まあ、それが無責任だって言われたらそこまでなんですけど。とりあえず一緒に頑張ってみよう。僕は、お二人と違って、何の才能も特技も自慢できることもありません。本当にどこにでもいる人間なんです。それでも、いいですか？はじめ。はい。少なくとも俺は、何か特別な才能があったり、すんごい特技を持った超人を求めているわけではないんじゃ。はじめが鬼や魔女のことを疑わず、真摯に話を聞いてくれる。真面目で優しい人間だということは、きちんと理解しているつもりじゃ。三橋くんみたいな人間なら、こんな馬鹿げた状況でもちゃんと話を聞いて、私たちを理解しようと質問してくれて、何より、逃げたり蔑んだりしないでいてくれる。そんな人間だから、まあ、いいわ。聞いたか、はじめ。新庄も大歓迎じゃ。大歓迎ってわけじゃ。俺、こういうの知っておるぞ。ツンツンしている女子が、デロデロになるってやつやろ。デロデロではないな。ツンデロってやつ、初めて聞いたわ。デロデロではないですね。なんじゃ、違うんか。もう、話がまとまらない。三橋くん、まだ部活にもなってない、どうしようもない集まりだけど、入りたいなら入ってもいいわ。そこはよろしくお願いしますじゃろ。入ってもらうのは、むしろ俺たちじゃ。いや、むやみに頭下げたってしょうがないじゃない。お二人がこんな僕でもいいなら、どうか、よろしくお願いします。めでたい。新しい仲間が増えた時、鬼は歓迎のために杯を交わすもんじゃ。え、杯って飲酒ですか？あんたはとっくの昔に20歳迎えてるけど、私と三橋くんはお酒なんか飲めないからね。もちろんじゃ。その辺のしきたりはわきまえておる。鬼塚先輩、成人してるんですか？成人ってレベルじゃないわよ。鬼塚100歳は超えてるはず。なんとなく生きてきたか。ほとんど山の中を走り回っていたからの。いやいや、今日は部活ができためでたい日じゃ。美味しいもの食べに行くぞ。そう、私は勉強忙しいから頑張ってね。もちろん俺のおごりじゃ。さあ、どこに行こうか迷うの。美味しい食べ物でもあったらいいんじゃが。スペシャル腹切りチョコバナナホイップラテラテストロベリーたい焼き。え？待って、ちゃんと今読めてた？スペシャル腹切りチョコバナナホイップラテラテストロベリーたい焼き。読めてた、すげえ、天才かもしれん。なんか物騒な単語が混じっておらんかったか？腹切りってね。あ、僕知ってます。近くのたい焼き屋さんで売ってる。
SNS 映えする美味しいメニューだって。あー、今で言うインスタ映えってやつですな。違うわよ。私はただ純粋に可愛いなって。よいよい、腹切りでも切腹でも天ぷらでも藤山でも何でもいい。めでたい日じゃ。はじめも好きな食い物をおごってやるぞ。まだ部活もできてないけど、僕が部活に入ったことをこんなにも喜んでくれる。新庄先輩はまだ距離がつかめないけど、この名前もない部活で僕にできること精一杯頑張ってみよう。いやー面白いね。うわ、なんだ、えぐいなこれ。じゃあちょっとこのえぐいたい焼きを目の前にして、今回はこれくらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。結構第一章も長めだね。どんくらいで区切っていくかわかんないけど、もしかしたらなんか夢中になっちゃって長すぎて途中で区切るみたいなこともあるかもしれないんですけど、そこはご了承お願いします。ということで、ではパート2に続きます。ご視聴ありがとうございました。オスピオでーす。